決め手は1ミリ美眉メイク、去年の9月30日に全国出版をさせてもらったんですけど、自分の人生にどんどん影響を与える、いい影響を与える方法っていうのがあるということを、この第1章ではですね、第1章第2章ではそれを書いてます。それを知っておいてもらうことによって、ちょっと自分がですねネガティブになっている時なんかでもそれをポジティブに変える方法とかも、その長年やってきたメイクというものがどういうふうに影響してきたかということも、ちょっと自分の人生振り返ってですね、メイクと照らし合わせていただけたらいいと思います。脳のタイプに合わせたメイク術で、印象が変わる。脳タイプの手というのは何かというと、ちょっと雰囲気メイク、ナチュラルな感じですね。それから、目タイプというのはツヤメイク、どちらかってエレガントな感じです。耳タイプはこれリンメイクって言って、ちょっとしっかりとした感じね、絶対にこれでないとダメというふうに決めつけてしまうとですね、もう本人のね、自由に選ぶ選択肢がなくなってしまうから、まずそういう部分では僕この3つのね、このお顔を作れることによっていろんな幅を利かしたメイクを学べ、しかも自分で選択できると。82ページ83ページですね、ここを見てますと、でこういう一見こうメイクから離れる、それから人の目から離れて普段のあり方を違う角度から観察するっていうところを通じて、自分のなりたい顔、心地よい顔、メイクというのを見つけられるというのが、もうね、すごい斬新だと思ったんです。なんかメイクからこれ離れてるじゃないですか、質問が。これによってほぼなんていうか、無意識に自分がどういう顔になりたいかっていうところをパッと気づかされるというかね、顔が変わるから、まあ中身が変わることもあるし、中身が変わるから顔が変わるということも両方ありますっていうふうにおっしゃってられたんですけど、本当になんかね、こうそれぞれ織りなすようにね、メイクを通じて自分のあり方が本当変わっていくっていうので、本当に池谷先生のこのメイクを知って、あとね、人にもね勧めやすくなりました。自分がより自分の顔が濃くなる、より自分らしさが濃くなる。でそれは他の人から綺麗に見られるためじゃなくて、心地よく生きるっていうことにつながっていくメイクができるようになるのが池谷先生のメイクであり、そういうメイクだったらしてみてもいいんじゃないですかって、優しくなれましたよね、このメイクを。池谷さんこの本をね読ませていただいて、まあね、こうね、自分に対する扱いがやっぱ優しくなったし、なんか緩まった感じですね。これがね、もうメイクのね本ってあると同時に、なんでしょうね、これ虎の巻、昔の言葉で言うとね、こうあんま見せてはいけないけど、見るとすごいそうですそうです、虎の巻ですよね、これ。人間関係、虎の巻。たった3つのメイクが無限の可能性を作るっていうね。今例えば自分がこれ低タイプとしたら、低タイプだけのメイクをずっとやってたら心地いいけど、やっぱり耳とか目とかもやってもらう、そしてその間を取ったメイクもやってもらう、そうした3つのお顔で無限の可能性がどんどん出てきます。まさにね、今ね出てたね、めんどくさいとかね、しなくてもいいならせずにね済ませたいとかっていう方たちが、こちらのね本ばっか宣伝してますけど、このねメイク、中の、ね、メイクをねしようとすることによって、メイクっていうもののこう人生における位置づけが、お化粧って何なんだっていう扱いが、そして自分の扱い、自分自身の扱い自体も変わっていくっていうのがねありますよね。ありがとうございました。お願いします。